最新トレンドをコンパクトにチェック、トレンドキーワードです。速攻節電グッズ。電気代すごい高い高い。電気をそこまで使わず暖を取るっていうようなグッズを挙げてるんですけれども、 IoT で節電意識アップ。ネイチャーリモっていう商品を家庭に導入すると、スマート電力メーターみたいなものと連動して月々の使用電気量っていうのが見える化されてくるので、こういうので可視化しながら、今月ちょっと使いすぎたなって思ったら抑えていく。一点集中音感。ネックリングって流行ったの覚えてらっしゃいますか？これのですね、あったかいバージョンっていうのがあって、ネックバスという商品なんですけれども、これ60度以上の湯に15分程度浸すと、あったかくなって、それをこう首元にかけておきましょうと。手軽でいいですよね、窓際対策。カーテンを自動開閉できるようにする商品。日中光を取り込みたいときは開けておいて、夜とともに閉まって部屋の中を保温してくれるみたいな。あと窓際に置くピンポイントなヒーターだったり、こういうのを取り込むことによって部屋を冷やしすぎないというか、保温していくことで暖房を使わなくていいよねっていうような発想にまでつなげていくと。全身暖房は、いわゆる昼こたつみたいな、三幸さんのですね、こたんぽという商品が、これ火付け役と言われているんですけれども、ヒーター付きの毛布、これを着ていることによって本当に自分だけピンポイントで温めることができて、自分があったかいのが一番ですよね。寒い期間ももうすぐ終わってしまうとはいえども、一度導入してしまえば毎年使えると思いますので、ぜひぜひ考えてみてはいかがかなと思いました。はい。